る。ママトンです。ライトンです。ママトンです。今日はですね、動物に触りたいというライトンの願いがありまして。なるほど。そうなんですよ。だからちょっと行きたかったね、ところがあるので、ちょっとそこに今回行こうと思うんですけど、今回は、イケモフという、何種類かね、いろんな動物、小動物がいるところに行こうと思います。そうなんですよ。今日は、そう、ね、そこで確かフクロウもね、いるんですけれども、今回は小動物コーナーに。小動物コーナーの方に。はい。行きましょうという。行きましょう。じゃあ行ってみましょう。はい。レッツゴー。フクロモモンガちゃんかわいい。食べてる。めっちゃ食べてる。ライトかわいいね。お顔近くで見てごらん。食べ終わっちゃった。こんな風に食べるんだね。目大きいね。あ、見てる見てる。かわいい。何食べてるの？なんかリンゴ、何食べてんだろうね。ドライフルーツみたいな食べてんの？めっちゃかわいい。やばい。ふわふわでかわいい。目大きいね。爪すごいでしょ、ライトン。爪。どれ。お姉さん呼ばないと。お姉さん、あ、すいません。出てきちゃった。ご飯あげるので、これでですね。はい。入っていきます。入ってください。食べるときは入るな。かわいい。写真撮りづらくなっちゃうんで、そう。はい。あ、めくって、わかりました。はい、かわいい。尻尾が邪魔してる。かわいい。袋の中で食べるんだね。かわいい。目が大きくてかわいい。やば。すごい器用に持つね。歯がすごいね、前歯がね。どう、針？針の感じする？針すごい？すごい、すげー。なんかね、あのね、どんな感じ？こっちからこっちだね。そーっと、そう。どんな感じ？ライトン。どんな感じ？硬いって感じ？硬いな。10番のお客様残り3分です。お時間を気をつけてください。お、びくった。あとグローバルが大丈夫。トントンと元気。ね、どうライトン初めて触ってみて。ハリネズミさんだよ。お鼻がすごい潤ってるね。これさ、作っちゃっていいですか？あ、大丈夫です。すごい。こちらよかったら。すごいね。トゲトゲがすごい。ライトがビビってどうすんの？ハクションした。ハクションした。針が刺さった。ママのズボン貫通した。かわいい。かわいいね。すげえ。こちらのですね、ちょっと触り方がかわし触ってみたいな。大丈夫、ザリザリ。すごい。かわいい。触り心地は頭あたり、バリ方。ちょっとこっち視線。ひげ長。まあいいね。戻しちゃった。残念。またひょっこり来るんじゃない？ね、またひょっこり来るかもね。どうよ。近くで見て。どう？ひげが立派。ただいまからですね、お時間限定でこちらのおはでっかっ。でっかっ。
ょ。はい、ゆうすけばこちらからね、優しく触ってあげてください。耳も大きいね。耳も大きい。ちょっと奥が開いてるか分かんないです。多分開いてると思います。お母さんすごいね。まだある。これは触れないよ。ミヤキャットはもう見るだけ、見るだけ。さっきと違うね、やっぱね。違うね、全然違うね。色も違うし。かわいいかわいい。あ、かわいいかわいい。あ、ゴリラかと思った。ごめん。あ、こっちか。待って、ちょっと。はい、というわけで、ライトどうでした？すごかったね。かわいかったね。初めてさ、こんな間近で見たでしょ。めっちゃちっちゃかったね。袋の中にいるモモンガ。ママと一番袋モモンガが可愛いなと思った。俺も袋モモンガ。やっぱりだった。目がクリッとしてさ、うん、ちっちゃくてさ、可愛いよね、袋の中に入ってるの ね。今マッチョ触ってる。はい、小動物じゃないからね。小動物じゃないよ。どっちかというと大動物。ゴリラ。ゴリラだね。ゴリラだね。どっちかというとね。ということで。はい。満たされましたか、ライトンの希望は。まだ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 足りない。まだ足りない。今度は何が触りたいの、ライトン。そう、馬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 がいい。馬に触ってみたい。うん。今度は大きい動物。あの、馬にね、俺餌あげた、その時。あー、そっかそっか。じゃあ今度は大きい動物。はい。ね、行きましょうか。カバ触りに。カバ触れるところは少ない。いや、少ないというかないかもしれない。ないね。カバはちょっと危険なんで。そうだね。触れませんね。どうして？カバって危険なんだよ、結構。人間よりでかいしさ。そう、人間よりでかいし。その分力もあるしさ。そうそう、危険なんですよ。そう。カバに食われたい。どんな願望。今度はね、ちょっと大きい動物を見に行こうということで、うん、はい、はい、というわけで皆さんもね、あの動物で癒されていただけたかと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。アディー。 Hey bro, don't you look at that. I said, my friend, what you looking at?